ご来店ありがとうございます。皆様こんばんは。新宿西丁目アニソンバーエメグリのママのゆいでございます。皆様どうお過ごしでございますでしょうか。というわけで今日も始まりました、エメグリ放送局、一つのテーマを決めながらいろいろ脱線していく番組でございます。はい、というわけで今日久々にラジオを撮ってるんですけども、なかなか緊張しますね久々に撮るとまあでも今日もマイペースにいろいろ話をしていきたいなと思ってます。今日も早速テーマを一つ決めてお話をしていきたいと思いますけども、今日はこれしかないと思ってこれを持ってきました今日のテーマはこちらでございます。エメグリパチパチパチはい、エメグリですよ皆さん。今日この放送が流れてるのが8月の27の日曜日ですね。その前日の26日に新宿2丁目アニソンバーのエメグリが6周年を迎えることができました。ありがとうございます。パチ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 、無事に6年経ちました。本当に山あり谷ありいろいろやってまいりましたけども、なんとか6年持ちこたえることができましたいやもう本当にね、これも本当にツイッターにも書きましたけど、まあ今ツイッターじゃないのか、 X さんですね。 X さん全然馴染みがないけど、 X さんでもう周年の告知をするときに書きましたけれども、本当に皆様あっての、皆様のお支えがあってこそのお店だと思ってますので、本当に感謝しかありませんどうもありがとうございます本当に。はい、そういうわけで6年迎えたというわけなんですけども、今日のテーマはエメグリということで、エメグリについていろいろちょこちょこ話をしていきたいなって思ってます。まあね、最初はですね、エメグリ第一天下ビルというところで始めたんですけれども、10ヶ月ぐらいやったのかな、10ヶ月か何ヶ月、あともうちょっとで1年ぐらいだねという時に移転することになりまして、まあそれがね、なんか第1回目の私的には大事件でしたけど、はい。まだね、第一天下ビルの方にはエメグリの看板がまだまだ残ってるんですけれども未だに言われますよ、あそこに何でまだ看板あるのって、すごい素朴な疑問ですよねはい、まあとりあえず前の第一天下ビルの時はですね、ちょっといろいろビルの都合上ちょっと出ていかなくてはいけないことになってしまって、まあ私都合ではないんですけれども、第二天下の方で箱が開いたのでこっちにどうしても移ってほしいっていうお願いをされて、まあね、私的にはなんか1年かけてやっとエメグリっていう場所をね覚えてもらえた1年間だった気がするんですよ。まあ、最初の目標がね、エメグリっていう名前と場所を覚えてもらうことが多分すごく大事だなと思って、それに心がけて、足を運んでくださる皆様が、このね、第一天下ビルに足が向くように、エメグリという場所がここにあるっていうことをね、伝えるために一生懸命頑張ってきたのが、また一からスタートっていうことになるのが、ちょっと私的には結構、あーって、またその作業をまた1年間やってかない、また1からね、やってかなきゃいけないのかっていうのが、多分結構1年目、1年足らずにやらなきゃ移転ということでね。まあ、2丁目内の知ってるお店の方にもびっくりされたし、他のお店の方にもね、仲いいお店の他のね、六本木とか銀座とかの仲いいお店の人たちにも結構びっくりされて、まあでもね、一個すごく思ったのが、その時ね、私相当やり手だと思われたんですよ本当になんかいろんなね、諸事情を知らないまんま、エメグリ移転しますみたいな感じのエメグリ移転だけを聞いた人が多くて、1年も経たないうちに移転なんてどうしてみたいなねえ、もう相当やり手じゃんみたいな感じで、結構、まあ、2丁目内の人はね、そんなに言ってこなかったけど、他の人たちにすごい相当やり手だと思われて、まあ、それがなんかね、私的には結構ね、いや、自分で移転したかったわけじゃないんだけどなと思いながら、まあ、一からね、踏ん張ってやろうかなって思って、まあ、でもね、第一天下ビルの、
キャパって来たことない人もいるかもしれないですけども、結構すごく広かったんですよ。簡単に例えば20人ぐらいが一気に来たとしてもスポンって入れるぐらい結構広くて、まあ混んだ時にはすごくやりやすかったんだけどね。まあたまにはね、このね、ほら寂しい時もあるじゃない、あのお客さんの入りが。そういう時になんかやっぱり空間がすごい余っちゃうなと思ってて、なんかもうちょっと、もうワンサイズぐらいちっちゃい箱がいいなとは思ってたんだけど、まさかね、この巡り巡ってね、自分の理想のキャパっていうか、大きさのところが急に舞い込んできてね、今の第二天下ビルに移ることになったんですけれども、もうそこから、もう6年目だから、そこでもう5年か、やってたわけなんですよ、もう本当に。で、まあその後のね、大きな事件といえば、やっぱりね、コロナですよね、やっぱり。なんか、2年半ぐらいやった後ぐらいなのかな、多分。で、急にコロナというものが流行って、お店を休まなくてはいけない。まあ私的にもね、なんか、まあ、これは結構ずっと言ってるんだけど、オープンしたての時じゃなくてよかったなって本当に思ってるんで、ちょっとなんかこう、軌道に乗り始めて、いろいろと慣れ始めてきてた時だに起きたことだったので、なんか例えばそれがオープンしたての時だったらもう本当になんか多分すごく挫折してた可能性の方が高いですね。なんかまあね、あとまあ私なんか東京に出てきてから20何年ぐらい経ってるんですけど、大型連休とか、まあね、年末年始のお休みとかで、1週間以上多分休んだことなかったんですよね、多分20年以上。で、そのコロナ禍の時に、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月とね、なんか投資で休まなくてはいけないような状況になった時に、なんかもう本当に何をすればいいのかわからなくてね。で、その時に、これを YouTube をやり始めたんですよね。そう。まあだからね、この YouTube やろうとは思ってたんだけど、なかなかね、やるやる詐欺をやってて何年も経っていたので、まあこうなんかね、いろんなきっかけがこういろんなのが重なって人生になっていくんだなって本当に思っていて、そう。で、今はね、無事コロナ禍を過ぎて無事復活して、もう何年経ったの？もうね。復活してから1年以上は経ってますよね。いやもう本当にありがたいことに、なんかもうたくさんのね、で、あとはこのコロナ禍で来れなかった人たちが、逆に今度来れるようになったりとかね、まあこの YouTube を見たりとかしたりとかもして、えめぐりっていうお店を知っててくれたんだけど、コロナ禍で来れなかったって人が結構このコロナ禍が終わってから来てくれるようになって、いやまあそれはそれでね、なんか、なかなか本当に嬉しいことであってね、まあ、トータル、まあ、6年間、まあ、まあ、どっちかって言ったらね、私は楽しいことの記憶の方が、残ってるかな。なんか、もう本当くだらないことで笑ったり、本当に、笑いながら涙したりとかね。なんか、そうそう。あとね、これなんかあんま知らない人がいるかもしれないんですけども、実はね、めぐりは移転する前まで、アニソンバーという携帯は、撮ってなかったんですよね。まあ、知ってる人は知ってると思いますけど、私すごく緑色が好きで、緑色好きなママがいる、昭和歌謡とか K-POP 流してるお店だよっていうふんわりとしたコンセプトしかなくて。もうそうそう。今はね、アニソンばっかしかけてるけど、昔は K-POP もかけてたし、結構昔の、なんつうの、私がすごい好きだった J-POP を、このミックスして流してたんですけども、まあ、移転をして、なんか、また一からやらなくてはいけないという段階になった時に、なんか、コンセプトみたいなのをがっちり決めた方がいいんじゃないかなっていう思うようになって、私は何があるんだろうって、そう、なんか自分自身をすごく考えた時に、なんか、よく考えたら、2丁目って、ママの趣味が反映されてるお店が結構多いと思うんですよね。まあママが、アキナちゃんが大好きとかね。まあママが、聖子ちゃんのめちゃくちゃファンとか。ママが、マックスのすごくファンとか。ママが、ハロープロ大好きとかね。
なんか結構ママのその趣味が反映されてるお店がすごく多いことにはって今更気づいて、だったら私にできることは何なんだろうと思ったら、できることっていうか私が好きなこととできることは何なんだろうと思ったら、あ、私よく考えたらアニメも好きだし、アニソンっていうかアニソンばっかし歌ってんじゃんみたいな感じで。で、あとダンサーのね、私一応ダンスやってるんですけど、ダンサーの芸歴の中に、結構ね、アニメ関係のお仕事がすごく多くて、まあそれプラスアルファ、まあ、本当にアニソン大好きなので、まあこれもね、なんか私、このアニソンバーにしてから無理やり作ってるキャラでしょってたまに言われるんだけど、そんなことなくて、本当に思ってる、みんなが思ってる以上のオタクなので、はい。で、アニソンも大好きだし、まあアニメ関係の仕事もしてるし、だったらもういっそのことはアニソンバーということにしてしまえっていうことになって、その当時ね、いた、まあ今もいてくれるシュウとか銀次とかは、にも説明して、今日からアニソンバーになりますみたいな。みたいな感じだっけって思ったと思うけど、まあそこもね、うまくこう着地して、で、別に狙ったつもりはなかったんですけども、まさかの2丁目にね、アニソンに特化してるお店が一軒もなかったというラッキーな隙間産業ということで。まあね、あとなんか説得力あるなと思ったの。あと、アニソンも大好きだし、アニメの仕事もしてるしね。まあ、なかなかね、そこのダブルパンチで揃ってるお店はなかなかないんじゃないかと思って、アニメのコンセプトにすることにしましたということで、6年目を迎えてね、本当に、これはまだそっか、まだほら、今週末っていうか、27日に流れてる放送なので、まだまだなんですけども、まだまだなんですけれども、じゃねえや、周年の告知も していいですか？2023年9月9日の土曜日に、6周年の、パーティーをやりたいと思います。私パーティーはですね、なんか私がお世話になってるお店との交流と、あとこのお店にね、エメグリに来ていただいてるお客様へのなんか感謝の日みたいな感じにしたいので、本当に気楽に飲みに来てください。本当になんかパーティーだからなんかちょっとうーんって思ってる人もいるかもしれないけど、せめてぜひぜひ、せめてというかね、顔を出していただけると本当に嬉しいです。はい、もう去年の周年も1日だけやったんですけども、もう本当に記憶に覚えてますけども、エメフリがぶっ壊れるんじゃないかぐらいみんな盛り上がって、本当にみんなジャンプするし、本当にエメグリの中がフェス会場みたいな感じになって、もう本当に床が抜けるんじゃないかって心配しながら、すごく楽しかった記憶しか残ってないです。今年もそんな感じで楽しく、イベントやっていけたらいいなと思ってます。そして、7年目を迎えたエメグリを、今後ともよろしくお願いいたします。というとともに、今日の放送は終わりたいと思います。今日は一回も脱線しませんでしたね。まあさすがにね、6年分間の話があるから、まあこれ全然語りきれないけど、さっくりとね、歴史を語っていきましたけども、ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。皆さんぜひ、2023年9月9日土曜日遊びに来てください。もしそれに来れなかったとしても、前後はね、いろいろあるとか、エメグリは、年中無休でやってますので、前後で、おめでとうって言いに来てください。ぜひぜひお願いいたします。はい、それでは皆さん、さようなら。You're mad.